私はあえてこれを守破離というものに置き換えてお話をします。守破離って皆さん聞いたことあります？守る、破る、離れる。本来の意味で言うと、まあ、禅とかですね、お茶とか、そういった世界でよく言われるんですが、まず型をきちんと守で学んで、それを破る、ね、一回壊して やってみる。その後にオリジナリティとか自分らしさとかそういったものにありつけるということですね。本来の守破離、これをこのスピーカーの世界で置き換えてみましょう。それは何なのか。主というのは私にとってはまず自分が思っていることを言ってみたりやってみたりすることです。きっとこうだろうと思っていること、それをあえて次歯に行かなきゃいけないんです。自分と違うものとか自分と真逆な考え方に触れるということです。それをしてその後に初めて理になるんです。その理の時にはもしかしたらもともと自分が思っていた主かもしれないし、その次に出会った歯の考えかもになるかもしれないし、最終的にその両方の折衷案になっている可能性もあるんですね。それがオリジナリティになる。でやってみる、違うものに触れる、その上であ自分の答えはこれだって決めるんです。そうすれば何ができるのか、なぜ理に達した人が心に火をつけられるのか、承認欲求がないからです。自分の考え、他人の考え、違うものを取り入れて自分なりの答えにありつけた人というのは相手にそれを強要しません。自分にイエスと言ってほしい、認めてほしい、感動的だったって言われたい、そんな思いがもうないんです、理についた人って。